コルトニューサービスは、コルト社が1898年から1940年まで製造していた回転式拳銃である。アメリカ軍では、45ロングコルト弾仕様を M1909 として全軍で採用したほか、陸軍が 45ACP 弾仕様を M1917 リボルバーとして採用している。M1917 は第一次世界大戦における、 M1911 ピストルの不足を補うために配備され、その後の第二次世界大戦でも同じような役割を果たした。コルトニューサービスはその生産期間を通じてコルト社の製品のうち最も人気のある回転式拳銃であり続けた。コルト社による最終的な生産数は15万兆を上回ったとされる。コルト社ではニューサービスのうち 45ロングコルト弾使用かつヘビーフレームを備えたモデルを M1909 としてアメリカ陸軍向けに生産していた。これは1890年代から配備されてきたコルト及びスミスウェッソン社製38口径回転式拳銃を置換するために開発された。新型拳銃の採用にあたって45口径が選ばれたのは 先の米比戦争でストッピングパワーの不足など38後継弾の比率差が露呈したためだとされる1917年アメリカ陸軍はヘビーフレームを備えた 45ACP 弾仕様のニューサービスを M1917 リボルバーとして採用したシリンダなどは M1909 と同一の部品を使用していた M1917 は 当時不足していた M1911 ピストルの代用品として第一次世界大戦を通じて調達され、在庫は終戦後に民間へ放出された。その後、第二次世界大戦が勃発すると、再び M1911 ピストルの不足を補う形で配備が行われた。第二次世界大戦前後に、コルト社の社員だったジョン・ヘンリー・フィッツ・ジェラルドは、自らが開発した。 フィッツスペシャルと呼ばれる2丁の改造型ニューサービスを常にポケットに入れて持ち歩いていたことで知られる。フィッツスペシャルは切り詰めた激鉄、2インチ重心、丸みのあるグリップを備え、さらにトリガーガード全部が切断されている。同系銃の工場生産数は30丁を下回るが、後に多くの銃口が類似の改造を手掛けるようになった。 戦略情報局のエージェントだったレックス・アップルゲートとチャールズ・アスキンスの両大佐が考案したとされる。カナダでは45ロングコルト弾を使用するコルト M1878 リボルバーを正式拳銃の一つとして採用しており、某は戦争中の1899年にはこれの不足を補うべく一定数の45ロングコルト型ニューサービスを購入している。 1904年から1905年には、カナダの北西基馬警察も、コルトニューサービスを採用し、1882年に採用されたエンフィールドマーク2を更新した。ニューサービスの455ウェブリーダン仕様も設計されており、第一次世界大戦中に英国戦争省が代替標準装備として購入している。正式名称ピストル、 ポルト455インチ5.5インチバレルマーク I であった。これら英国仕様のニューサービスにはアメリカやカナダ向け生産型と区別するべく重心上にニューサービス4 5 5ーリーという国印が加えられた。大体標準装備として採用されて間もなくニューサービスは英軍将校の間でも人気のある拳銃となった。多くの英軍将校は 第一次世界大戦が始まるまでにニューサービスを購入し、標準配備のウェブ b ーリボルバーの代わりに身につけるようになった。第一次世界大戦を通じて、およそ6万兆のニューサービスがカナダ及び英連邦各国へと輸出され、それらの多くは第二次世界大戦の終結まで使用され続けた。ありがとうございます。